そうね、ぐっと目をつぶりなさいっていうのも、まあ、多分一人目なのかな、一人目だからやっぱり敏感っていうところもあるし、ほらなんか塩分がどうとか、やっぱそこを言うんだったらもう保育園にちゃんと預けた方がいいかなとは思いますよね。すごいその言いたい気持ちもすっごいわかるんだけど、極論そのお母さんだって旦那さんを育ててるわけだから大丈夫よ、育てられるかなと思う。かもう賞味期限とかがすごい気になるんだったら、もう賞味期限切れてるものは先に捨てちゃう方ね。だからそこまで完璧にやってほしいと思うんであれば、自分が準備していくべきだよね。まあ、プロじゃないですから。プロじゃないから、そのお願いするんだから完璧を求めちゃダメよ、やっぱり。